13キロを北東に進んでいた。
ミカサのマスコにゼット機が翻るんだ。距離8000メートル、砲撃の射程内に入る。その時、東郷平八郎の右手が左に大きく半円を描いた。取り火事いっぱい。取り火事いっぱいとは、できるだけ早く船を左に回答させることである。ミカサは猛烈な勢いで艦首を左に大回答を始めた。続く戦艦も同じように大回答する。艦隊全体が150度左へ大変身するこの行動は、後に統合ターンと呼ばれ、敵の進行方向を抑える定時戦法を行うためのものだった。